10年以上昔の真剣ゼミの読者投稿欄にあった話。怖い夢を自在に見る方法というタイトルが目に留まった。その方法とは、怖い夢を見たいと念じながら枕を踏んで寝るだけ。踏む回数によって怖い話のレベルが決まります。 1,2 回なら遊園地のお化け屋敷くらいですが、7回を超えたあたりから本当に怖くなります。最大レベルは10です、という内容だった。ちょうど寝る前だったし、簡単に実行できるとあって、俺は枕を踏み始めた。いきなり最大レベルを見てしまうのもつまらないと思い、9回でやめて寝ることにした。その夜、俺は夢を見た。とっくの昔に亡くなったはずの親戚のじいちゃんを介護する夢だった。じいちゃんはなぜか俺の部屋のベッドに寝たきりで、鼻や腕に管がたくさんつながれていた。俺はじいちゃんと二人きりになるのが嫌だった。家族のみんなが一緒にいるときはニコニコしていたのに、俺と二人きりになると顔色が真っ青になり、俺を睨みながら低い声で何かをうなり続けるのだ。それが怖くて怖くて、ある日介護するふりをしながら管を一本抜き取った。途端に容態は急変し、家族が慌てて部屋に入ってくる。じいちゃんの顔はあの真っ青な顔で、喉をかきむしりながら低い声でうなり出す。大変なことをしてしまった。じいちゃんが死んでしまう。それに俺がやったことがバレたらまずい。一体何が起こったのかわからない風を装ってじいちゃんのそばに駆け寄った。その時、じいちゃんが何をうなっていたのかがはっきりと聞こえた。お前が死ね、お前が死ね、と言っているのだ。ここで目が覚めた。これがレベル9の夢か。なんて夢なんだ。そもそもじいちゃんは俺が生まれる直前あたりで亡くなっているし、俺の部屋で介護するという状況だっておかしい。じいちゃんはきっとあんなこと言ったりもしない。夢の怖さを忘れるため、内容を一つ一つ確認した。それにしてもあの顔、もう忘れよ。あれは夢で現実じゃない。だがなんか嫌な感じがする。まだ夢が覚めていないような感じが。ふと顔を上げると天井に届くくらいの大きさの真っ青な顔が。お前が死ね、お前が死ねと、今度はうなるなんてものじゃなかった、叫びだ。あの顔が夢の中から追いかけてきたのだ。あまりの恐怖に俺は気を失ってしまった。次に目が覚めた時には顔はなかった。一度怖い夢を見て、ああ夢かと思わせておいて本命が来るということだったのだろう。その後数日間は枕に足が触れるのも怖かった。レベル9であの怖さだったらレベル10はどれだけ怖いんだ。それ以来もうこの方法はしていない。俺はもうあんな夢は見たくないからだ。ただちょっと気になることがある。その次の月の真剣ゼミの読者投稿欄を見ると、あの怖い夢を見る方法を試したというやつがいた。先月の怖い夢を見る方法を試してみました。私は怖いのが苦手なので8回枕を踏んで寝ました。夢の内容は覚えていないのですが、目が覚めたら部屋に真っ青で大きな顔が出てきたんです。ゾッとした。他人同士が同じ夢を見るということはどういうことだ。枕、踏む、怖い夢、レベルとキーワードになりそうな単語を検索しても、この怖い夢を見る方法が見つからない。最大のレベル10がどうなるのか、誰か試してみてくれ。